市民の皆さん、確定申告の季節がやってきました。市、県民税の申告と所得税の還付申告、そして所得税の確定申告はそれぞれ期間が決められています。どうぞお忘れなく申告してください。確定申告はしなければいけない場合と、申告すると納めた税金が戻ってくる場合があります。申告をしなければいけない主な場合は、主な収入が給与の方で、給与の収入が2000万円を超える方、一箇所から給与の支払いを受けていて、給与以外の所得の合計額が20万円を超える方、2箇所以上から給与の支払いを受けていて、年末調整を受けなかった給与の収入と給与以外の所得の合計額が20万円を超える方、主な収入が公的年金等の方で、公的年金等の収入が400万円を超える方、公的年金等以外の所得金額が20万円を超える方、営業・農業などの事業所得のある方、不動産所得のある方、土地・建物を売却した方で、27年中の所得の合計額が所得控除の合計額を超える方です。申告をした方がいい場合は、医療費が年間10万円を超えた、住宅ローンを組んだ、退職をしたなどがあります。これらの場合、申告すると税金が戻ってくる場合がありますので、主な例をご説明しましょう。それでは税務課の番さんとお話を進めます。年間の医療費が10万円を超える場合は確定申告をした方がいいんですね。はい、こちらの税務課でお配りしております医療費控除を受けられる方へをご覧いただきますと、控除の対象となる項目が書いてございます。医師・歯科医師による診療や治療の対価、治療のためのあんま・マッサージなどによる施術の対価、助産師による分娩介助の対価などが書いてあります。医師・歯科医師による診療や治療の対価は、病院の領収書に記載されている実際にお支払いになった金額です。この医療費控除は年間10万円を超えた方が対象ですが、年間所得が200万円未満の方は10万円ではなく、所得合計額の 5% を超えた額について医療費控除を受けられます。支払ったお金が戻ってくるかもしれないので、しっかり見ていただきたいですね。そうですね。居住者が住宅ローンを組んでマイホームの新築、購入、増改築をしたときは、一定の要件を満たすと所得税の控除を受けることができます。住宅に関する控除を受けるときの一定の必要な条件というのは何ですか？住宅借入れ金等特別控除チェック表というのがありますので、こちらの方で見てみましょう。認定住宅を新築または取得したこと、住宅を新築または取得したこと、中古住宅を取得したこと、右側に参りまして確認項目で1共通とありますが、この共通の内容がこちらになります。家屋の所有者は申告するものと同一であること、家屋の新築または取得の後6ヶ月以内に入居し、平成27年12月31日まで引き続き住んでいること、平成27年分の合計所得金額が3000万以下であること、家屋の床面積が50平方メートル以上などであります。この住宅借入金等特別控除、いわゆる住宅ローン控除については、適用を受ける最初の年に該当するかどうかを税務署が判断しますので、
詳しくは半田税務署へお問い合わせください。またその住宅借入金等特別控除の申告説明会が次の通り行われます。場所は半田市の住吉福祉文化会館です。対象は平成27年中に住宅を新築購入などをされた方です。対象者には税務課から案内文をお送りしていますのでご確認ください。最後に退職した方必見です。退職して今は働いていないのにどうして確定申告が必要なの？この間まで会社員をしていたので関係ないのではと思う方もいらっしゃるかもしれません。実は退職したタイミングによっては確定申告をしなければならない場合があります。毎月給与をもらっている会社員や公務員は所得税が給与やボーナスから天引きされています。これを源泉徴収と言います。ですが税金の天引きはおよその金額で行われているので払いすぎていたり足らなかったりします。例えば会社員の場合、退職した日が12月31日であればそれまで勤めていた会社が年末調整を行ってくれるため確定申告をする必要はありません。ところが退職日が12月31日以前の場合、それまで勤めていた会社だけでは所得が把握できていない日が存在します。例としては次のような場合が考えられます。1年の途中で退職してそのまま無職のまま12月31日を迎えた。この場合は税金が戻る場合があります。途中で就職したものの年内に退職してそのまま12月31日を迎えた。途中で退職して再就職したものの前職の源泉徴収票が間に合わなかったなどがあります。源泉徴収票は退職後1ヶ月以内に発行する義務がありますので、前職の会社が源泉徴収票を発行してくれない場合は税務署に相談してください。大まかに確定申告に必要な例をご紹介してきましたが、他に市民の皆さんにお伝えしたいことはありますか？はい、失業添付書類のことなど詳しくは広報等会をご覧ください。またご覧いただきまして何かわからないことございましたら気軽に税務課までお問い合わせください。確定申告をする会場は税の種類や申告内容によって異なります。市役所地下大会議室では市・県民税の申告と所得税の還付申告と所得税の確定申告を実施します。また市・県民税の申告と所得税の還付申告は上縄公民館と三井家市民館でも実施します。対象は収入が年金や給与だけの方で、住宅の借り入れなどの特別控除がない方に限ります。なお当日の混み具合によって対応状況が変わる場合がありますのでご了承ください。最後に確定申告に関するその他の事項をご紹介します。東海市に在住でふるさと納税をしていただいた方は優先的に受付を行うコーナーを設けます。インターネットでの確定申告をご希望の方は e-tax があります。通常より早く還付を受けられ添付書類も省略できます。個人事業者の方を対象に所得税や消費税、地方消費税の確定申告に関する無料相談所を開設します。場所は商工センターです。詳しくは税務課までお問い合わせください。しっかり申告すればきちんと納税できる確定申告。皆さん、どうぞよろしくお願いします。